皆さんこんにちは。私今日はこの Vlog でずっと日本語で喋るつもりです。皆さんの前でこんなに長く日本語で喋るのは初めてなんで心配ですけど、ま、楽しんでください。あ、それで今からはデパートへ行って私の日本の家族に送るプレゼントを買うつもりです。今日天気がすごくいいです。今日の空すごく綺麗でしょ。まるでもう春になったようです。よし、デパートの駐車場に着きました。到着。今駐車場の前でも5分以上待ちました。まあ、ずっと入れなかったの。今日週末なんで。はあ、長いね。行きましょう行きましょう。まあ、それでね、私が日本の家族にプレゼントを送ると言ったら、誰かは、ケリーさん、日本人でしたか？こんな質問をするかもしれませんね。もちろん、それは違います。私は韓国人です。でも私がこんなに日本語で喋れる理由は、中学生の時ね、日本のアニメやドラマ、映画にすっごく興味深かったんです。それで、うちの母にお願いしてね、週1回、2回ぐらい、個人授業を受けました。そして高校1年の時は夏休みに1ヶ月間交換学生として日本の家族と一緒にホームステイする機会がありましたよ。じゃあエレベーターを探して。え、ここなんかカードがありそう。あ、これかわいい。サンキューって書いてますよね。これ買おうかな。うわ、超高い。オッケー、皆さん、これとこれとどっちがいいですか？これはもっと韓国的なんですけど、私今ソウルに住んでるから、これソウルのランドマークでしょ。いくらこれ？3000ウォン。うわ、これも高いけど、まあいいか。これを買いました。これ2つ買いました。わ、どら焼き。ドラえもんの大好きなもの。みんなこのキャラメル知ってますか？私の学生時代に結構流行ってったんですよ。チョコビ超かわいい。忘れちゃった。ない。やばいやばい。どこにあるのかわかんない。うわ、ここ広すぎて。はぁ、家に帰りましょうか。うわぁ、いただきます。よーし、帰ってきました。はい、姉さんの家族がこれ、梅干しジュースが大好きで、これをまた買いました。お姉さんに送る箱も完成できました。じゃあ次にすることは手紙を書くことです。はい、これはお姉さんにあげましょうか、お母さん、お父さんにあげましょうか。お父さん、お母さんにあげましょう。実は今朝も LINE でお母さん、お父さん、そしてお姉さんと話したんで、ちょっと何を書けばいいのか全然わかんないんですけど。いつかお母さん、お父さんがソウルに来たら一緒にナムサンタワーに行きたいんです。
お姉さんに送る手紙も全部書きました。じゃあでは郵便局へ行って送りましょうか。ちょっと残念だったのかね、お姉さんのプレゼントで香水を買ったのにね、香水は送れないって禁止されたの。それで姉さんのプレゼントがなくなっちゃった。それで一つの箱が2キロで2つだったから箱1個で送料が4万円ぐらい出ました。それで全部で8万円。ああやっぱり EMS は結構高いですよね。姉さんには次にまたいいプレゼントを送りましょうね。残念。